福岡市美術館は福岡市の都心の公園として市民の憩いの場所である大濠公園の中にあります。1979年に近現代美術や古美術などを常設する美術館として開館しました。大濠公園の水と緑に映えるブラウンレッドの建物は前川邦夫の設計です。ダリア・ミロ、シャガールなど世界的な巨匠や黒田清輝、青木しげる、坂本半次郎ら九州出身の画家の作品、古美術では重要文化財を含む茶道具、仏教美術、旧福岡藩主黒田家の美術品など合計1万4000点以上を収蔵しています。学芸員の山口さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この作品すごくインパクトのある作品ですよね、うん、どういった方の作品なんですか？これ関西に今住んでいらっしゃる中橋勝重さんという方が作られた作品です。いつ頃に作られた作品なんでしょうか？1993年になりますね。もう随分前になりますかね。この像はどういったその思いといいますか、うん、どういった意味があるんですか？まずこのお相撲さんどなたか分かりますか？誰でしょう。今外国の力士ってすごく多いですよね、はい、その先駆者の一人であった小錦ってもう引退しちゃいましたけどね、はい、相撲は日本の国技だというふうに日本人はみんな、まあ、外国の人も皆さんそう思ってらっしゃると思うんですけれども、実際は外国人なしでは今もやっていけないような状況ですよね。でこの作品全体を見ましたら実は日本的なモチーフ、この松だったり塀だったり、こうした三宝だったり、それからまあこの歴史っていうのは全てその日本を連想させるようなものなんですけれども、後ろの塀はこれ竹のように見えますけれども、はい、これ金属でできているんですね。金属に竹の絵を描いているような形になるんですか？竹の形に、造形をして、その上から色を塗っているんですよね。それから隣の方松がありますけれども、はい、これも全部鉄と針金で、銅の針金で作られています、うん、こういうふうにその日本的なんだけれども、どこか日本からちょっとだけずれてるような彫刻をずっと中橋さんが作ってらして、まあ、彫刻っていうのはそもそも日本にはオリジナルのじゃなくて西洋から入ってきた概念ですよね。それまで日本には彫刻じゃなくて工芸だったり、その要するに彫り物だったり、そういうものがたくさんあったわけですけども、彫刻というのは美術が入ってきた時に彫刻という概念ができて、まあだから明治以降のちょっとした短い歴史かね、その中で日本的な彫刻っていうのは一体どうやったら作れるのかということを、まあ、日本的な題材を用いて制作している、そういう作家なんですね。そうなんですね。